ブダイドカーン、ランランの奥にウララにございます。ランランのママです。よろしくどうぞ。はぁ今回はヤニ語りー。はい、ヤニ語り、はい、ヤニについていろいろお話ししていけたらなと。おタバコの、まあそうですねまだタバコ吸ってないの学校悪いことみたいにやめてください。まだタバコ吸うてへんやん。はい、それでもこうちゃんヤニ吸いたヤニ吸いたまだヤニ吸うてへんやろ。吸うた、そんなことない。前のねスモーキングの話で、はい、結構まあ好評やったんですよ、まあ、だいぶ前のね。まああれは初心者編やったんですよ。まあヤニクラプリンセス、ヤニクラプリンスに向けてのお話やったんですけど、まあ今回はこうヤニーズエンジェルたちに向けてまあ話すかな。ヤニーズエンジェルとは、チャーリーズエンジェルみたいな感じで、まあ一応私ヤニーズエンジェルとしてやらせていただいてるんです。そうなんですか。はい、私ヤニーズエンジェル。え、ボーちゃんヤニーズエンジェル。あ、喫煙者の女の子ヤニーズエンジェルよ、みんな。そうだ、いっぱいいるから。3人やで、チャーリーズエンジェルは。いや、あのかける、その吸ってる分だけっていう捉え方で。そうなんや。そう、そこら辺はね、あのきっちりやってないのよ。そこら辺のルールはね、曖昧なの。そこはそうなんや、ガバガバなんや。まずですよ、ヤニーズエンジェル、まあ男性も入れてもエンジェルでええですわね。ここら辺もねそこもガバ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 。決められた場所以外でタバコは吸わないでください。タバコのポイ捨ても絶対ダメですからね。こういうのはちゃんとしていく、それでこそヤニーズエンジェル。そっから言わなあかんねまずな。まあ一応ね、タバコの治安守っていかない。違う、そう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 、おーおーそうそうそう。だから大国さんは電話くれるしてヤニーズエンジェルのみんな元気にしてるか、はいってあるやつ。あれ大体吹き替えで見るけど、あれ吹き替えじゃないかるけど、吹き替えがおもろい。あるそこら辺のね、ポーンってしてて、そこにね犬のワンコロがこうやって歩いてたらね、これ肉食う丸焦げ、前も言ったけど丸焦げやから、まあ、そんなやったらあかんな。子供がな、これ何ママっつってパクって食べるかもしれない。ヤニ食いはダメ、ちょめやね。な、分かった、ルールは守ってタバコ吸ってくださいね。二十歳以下で吸ってるやつも全部ぶっ飛ばすからな。分かったか、いいですか。の中でですよ、ヤニーズエンジェルの皆さんからね、いくつかこう質問やったりとか、あららら、気になることがあるんじゃないかということでね、あのいろいろね私なりの解説をしていきたいんですけど。あ、聞きたいね。ホワイトニング、ももちゃんタバコをよう吸ってるけどなんでそんなに歯が綺麗なんですかというねご意見をよくいただくんですよ。ももちゃん歯綺麗よね、芸能人は歯が命。はい、普通ってタバコ吸い始めてまずみんなこのここよう見せられんか、ここがめっちゃ汚くなるね。どこ、ここが相方として申し訳ない。これに関しては人それぞれがあるんよ。歯が弱い強いもあるんよ。ももってさ唾液酵素めっちゃ強いと思うね濃度が強そう。そうだからもうガムとか食べててもさガム分裂すんねん。溶けんねんガムが、唾液が出て、唾液がいっぱい出て、すごいな。ガムが分裂するからももいつも2個食うやん。やったりあんかけとかも3口ぐらいこうやってレンゲとこうやって食べるやんか、ほんのもサラサラになってる。あー、アミラーゼ。そうそうそう、まあな最後はみんなサラサラやるけど、もう3口目ぐらいであんかけあれやから、もうあんかけ食べへんし、もうスープやと思ってね、あれそれぐらい。まあもう歯が強いから今のところはまあそのホワイトニングもせずでいけてるけど、まあこっからどうなるか分からへんけど、まあ蓄積でな、どうなる、蓄積、そうそうそうとかはあるんですけど、でもやっぱ人によって全然同じ量吸っててももう歯は真っ黒な人もおるし、だからそこは吸ってみないと分からへんから。お前虫歯歯磨いててもなる人おるから、それはもう体質なんだ。一緒、もう多分2日磨いてなくてもならへん体質。あのミキの昴生さんと一緒やね。ミキの昴生さんも歯磨かなくても虫歯ならんらしい、ね、お前一緒やねんって言われたから。昴生さんが言うてんやったらもう巻き込んで、そう、昴生さんが言ってた、俺めっちゃ歯強いね、磨いてないとかも本人が言ってはるともうええか、うん、巻き込んでも、うん、あ、まあ、実質はあの亜生さんが言ってたけど、これはお兄ちゃんなって言ってたから兄ちゃんはって言ってたから、まあ、ほなまあ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 セーフでしょう、はい、はい、で、まあ、口臭ケアですよね。次は口臭は確かにタバコ吸った後マスクしたら、うんこやんと思う時あった。くっそ、うん、だって終わり。ももはまだ良かったのはブラックコーヒーとセットで飲まないことや、ね、あ、それはでもやばいイメージある。やっぱさ彼氏とかでもさブラックコーヒーとタバコの後のチューってえげつないうんこみたいな匂いするそうなんや、やっぱりやっぱ口内が汚く臭くなる可能性はあるから、そこはちゃんとしといた方がいいかなと思う。でも吸う人からしたらさ、もうたまらんご褒美なんちゃう。めっちゃうまいと思う。ももまあカフェラテでも十分美味しいから、うん、何が合うん。でもももは牛乳とでも何でもいっちゃうのよ。白ご飯食べながらでもいけちゃうねんか。そうやねん
ヤンキーやな、そこもなんかヤンキーやな、そういう切除ない何でもいけちゃいますっていう。ママは結構何でもいけるから、それこそガムとタバコとかめっちゃ好きやねんけど、これはマスミさん情報やねんけど、天才ピアニストの、もうタバコ吸いながらガムやったら悪いものは悪い物質入ってるやん、それタバコって体に悪いやん、それがガムに全部入ってそれを噛んでん飲み込んでるから、めっちゃ体に悪いから、ガム噛みながらタバコ吸うのはやめときって言ってた。マスミさんが言うにはやから、そう専門学的なのは分からへんねんけど、うん、っていうのを聞いたから、それからはガムうわーって噛んで出して吸ってまたってやってきっと。まあまあでも最中はここにあるってことだもんね。そうそうそう、まあそのチャーリーとチョコレート工場でのガムの女の子で言ったらここにつけてる感じ、ほんまここに置いてる、まあ、ここかここかの違いですね私がやろうおい、日本版でいけんじゃんで、賃貸のお家どうしてるんですかって、賃貸のお家なんかね、嫌につくもん。これはね、私はもうマジでキッチンの、うん、まあ換気扇にもう直、やっぱそれは後で大変やから、まあ、しかも女の子やからさ、うん、ちょっとな匂いとかもな、うん、まあでも大体来る人もみんなタバコ吸うから、うん、じゃあもう全員集団でもうみんなで食ってこんだで、こう喋ってたら手下がってくるから、ももはいつも手上げてプチョヘンザプチョヘンザやっぱプチョヘンザあープチョヘンザもうずっとみんなこのままずっとこうやって喋ってる、こうやってこうやって、まあ、それはでも暗黙の了解よね。そうで、タバコをやっぱこうこう換気扇飲ますっていうな、煙が来るやん、やっぱり。あ、まあそうやな、そうやな、 で濃いしな煙の、そうあれ服につくからさ、服にね、そうそう、それがなって。ちなみにその服に匂いがつくのは気にしますかっていう意見があったんですけど、うん、私はめっちゃ嫌やね。気にするよな、もちろん他人のタバコの匂いが服につくのが嫌。千枚パチンコ屋とかの喫煙所とかはめっちゃ嫌い、うん、換気扇が回ってないところはもう我慢するもん。もうあー、そうなんや、パチンコ屋行くんや。あ、パチンコ屋で一旦タバコ吸いに行ったりとかする。なるほどね、うん、きついじゃん。そう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 、そうパチンコは打たないんですけど、だからもう大変なんで言ったら、うん、昔って言ったらさ、まあもっと緩かったやん、タバコが吸えるのもさ、ゴミはちゃんと捨てるけど、もうさバイト終わりにさみんなで出て、そのバイトの外の居酒屋の前でみんなでこの寒い風当たりながら、うん、あったかいコーヒーとタバコ吸うのが一番幸せやったやん、うん、みんなで夜景行こうや言うて山の上でもう寒いながらタバコ吸うのがめちゃくちゃうまかったやん。これでもできないと、みんなアイコスだし。そうやな、うん、でも確かに、うん、そのこのこれはこのアイコスのこの、うん、この仕草は、うん、なんかちょっと寂しいかもな、やろ、これがやっぱり吸ってるって感じやったけど、ほんでなんかさキャバ嬢の女の子のさタバコの吸い方ってさ、あぁ、わかる、あかんの、ツーってやってやってこれでもこれでも人によるじゃん。やだって。それ女の子がやるまあ匂いはやっぱ気になるから、ももも居酒屋とか帰ったらとりあえずもうリセッシュファーして外干してる全部。だからやっぱ家とかも最初ベランダで捨てたもも、冬寒い夏暑いやから、やっぱどうせ中になるけどちょっとな諦めてまうよ、うん、でも部屋で吸うのは絶対やめた方がいい。賃貸でもさ何年以上住んだらもう劣化みたいなので OK みたいになるやんか、うん、そういう10年ぐらい住んだらもうその家もボロボロにはなるやろうから、塗り替えとかはもう全部タダでやるとかいうところもあんねん、賃貸によったら、うん、でもまあ10年ま賃貸にそこに住むっていうのはなかなかないし、まあ、もうであれですよ、あの換気扇やってたら OK やと思いがちやけど、換気扇のその壁とかは色変わったりするから、もう定期的に重曹で拭いてる。はあ、偉いね。そこに染みつくね、油が飛んでるわけやん壁に、そこにまた吸い付くから居酒屋とかの壁みたいになんねん、あれ油にヤニが吸い込んでるから。なるほど、でそこは絶対ちゃんと拭いた、頑固汚れやで、何時間吸えないとイライラしてきますか。ももちゃんでもまあ吸いたんやろな今とかあるけど、 ある？わかるんや、朝のとかはやっぱ一回吸いたいんかなとか。ああ、確かにな、でもそんなにイライラすることも、まあ、イライラとかじゃなくて今吸えるって思ったけど、あ、ももさんすいませんって言われた時がまあ寸止めやからな、だってな、そうそうそう、その感じだから、大国さんというよりはカフェラテ今ちょっと今飲んでゆっくりできるかなってタイミングで呼ばれた時と同じ感じだと思う。あ、まあそうやな、でも、うん、確かにそのカフェラテとそのヤニはなんか似てるよな、うん、いや似てると思う、めっちゃ、うん、やっぱ結局カフェインとニコチン、まあ近いものはあるよね、やっぱ結構いろんな、みんなそうやね、そう来てんの、うんうんうん、気になることあんねんよ。タバコが吸える喫茶店、飲食店の見つけ方、あ、
それもな、もうここタバコ吸える居酒屋ってみんなもう、もうまあそこもあるし、マルヒの犯人見つけたみたいな。いやもうあるぞーパッて覗いた時に灰皿を探すカウンターとかで見てあるか。なるほど、でも分かる、うん、みんな探してあるかも。こういうのさ、もう吸えないから怖い。でも最近東京とかトラップはね、アイコスは吸える。そんなんしてくんねん。そんなんもしてくんねん。シティ派やね。シティやからしてきたりとか、ね、だからもう外に灰皿が置いてあったら中座れへんなとか。ああ、なるほど、うん、もうそこで大体あったりとか。だから今鳥貴族はヤーニーゼンジルは泣くよ、座れへんから中で。あかんねや。そう、鳥貴族あかんねん。昔なんかバカバカ吸ってたよ。あ、吸えたんや。ガンガン吸ってたけど無理や。途中であかんくなって。途中であかんくなって。それめっちゃなんかクサーってなるんじゃん。めっちゃムカつ。めっちゃ悔しいけど、やっぱこうタバコが吸えるところって子供入れたらあかんくなっちゃうから。なるほど。それはやっぱこう副流煙というかさ、あの受動喫煙の原因になるから。トリキなんかな。まあそうや、ファミリーも行くから。でもそういうことを考えたら落ち着けんねん。バックボーンとかそういうなんかその、そう、自分以外のストーリーを考えなきゃいけない。最近大変なんか友達のと飲みに行った時に友達が子供連れてたりとか、そのまあみんなでさバーベキューとかさ、その子の家の玄関の前でブワーッと一軒家の前でやるとかなった時にさ、ほんならさ、むっちゃ気やねすごいわ。なんかむっちゃとか一言だけでめっちゃ想像できる。いやあれや、でも周りがヤンキーなんだ、その玄関の前でやるすごいなった時、やっぱ子供がおったら吸いにくいよな。ああ、まあそうやな、それはな。だからその、あっち行ってくれって玉パン投げて、あいつらうわー吸ってみたいな。子供には絶対す良くないって思うから、とか、うん、そんなんはめっちゃもう気にしちゃう派やな。ああ、まあヤーニーズエンジェルやからね。そうそうだ。もう昔すごい悲しい事件、お母さんから聞いたんが、お母さんが沈殿乗ってたんよ、あの住之江の。住吉大社ってな、うん、あんねんけど、チン電車にガンガンガン言うてな、あの路上走る電車知らんか。チン電車あるやん。チン電が知らんかったんだけど、チン電ってね、あるんですよ、チン電車、路上走る電車があるんですけどね。ほんならな、あの成人式の方とかがな、あのこのモコモコのやつあるやんか、あのなんかイタチみたいなこう首に巻いてる、あれをこう成人式の日にこう綺麗なな振り袖着て歩いてる時に、ほなタバコ吸ってるおっさんがな、これジュッてあったで、これがバッとこうなったんやん。ほんな女の子めっちゃ悲しそうな顔してる、おっさんパーッいった。持って歩きタバコや。そうやってさ、この子にとったらめっちゃ大事な、これが分かりやすく振り袖やっただけでさ、この子にとったらめっちゃ大事な服やったりさ、まあ関係なくさ、こうやってついてしまう可能性があるわけよ。せやおい、そうやろ、あらかいなさ、そうやろ、やめてよ、ついてないか、そうしてねえよ、そう、こんなんできるこんなね、ヒステリッククレイジーババアがみんなのわけがないから、これ全員じゃないから、あれにしてるから、あーって、私なんで神せやで、ゼルだコンビセとかないから、みんなが言えるわけ、ふわで、もう大丈夫ですもうって。そうだから、みんなあのもう火消してるから OK じゃなくて、あれだってシュッてやったら色つくんやから、もうママはもしどうしてもないハゲだハヤザラ忘れた時はね、こうね、タバコこうやって持ってるでしょ、うちにすんの。最悪な場合やで、これ最悪やで、もう絶対マナーとして持っとかなあかんで、ね、これタバコ吸ってるわけよ、こっち火ついてますね、うん、ってなったら吸い終わったらこう、なるほどなるほど、自分に向ける、自分に向けて歩く自分がここジュッてなったって関係ない、あ、もう火消えてるから、火消えてる、うん、汚れようが関係ないんだ、こう、分かった、なぜならヤーニーズエンジェル、そう、ヤーニーズエンジェル、こうやって吸ってる、こう吸い終わったらこう、オッケー、これ、okay. そう、このままこうやってここ火元の消したところでこうやって歩いてたら、シャンシャンシャンつく、吸い終わったらそう、こう吸い終わったらこう、分かった、スナップ、オッケー。でもこれは最悪の場合ですからね、ほんまにこういうね、周りに被害を与えるのは絶対にあかん。オッケー、分かったけな、言いたいことは全部言った。タバコを吸わない側として、なんか物申したいというか言いたいこととかってある？打ち上げとか飲み会とかで、うん、あ、座るやん、まあ、4-4で2-2に座るとして、うん、まあ吸う人がさ、モムラは気遣って固まるやん。そうとか、こっちにうちが入ってても、うん、あ、ごめん、タバコを吸うからこっち行きとか言うてくれる人は、うん、あ、優しいなって思って、そういう人が増えたらな、うん、でもそれこそさ、こっち行きって言ってさ、やっててもさ、こうみんな灰皿インカポンって置きながらとかやったらさ、ふわーって煙やって、それふわーって流れたりするやん。ヤーニーゼンジェルまで行ったら、うん、あのクーラーの風向きまでチェックするから、あ、こうやって、じゃあ、じゃあこっち、ヤーニーゼンジェル山の天気、山のこうこんな感じこうやって、あ、こっちやな、さすがヤーニーゼンジェル、そこまではおらんもん。やっぱね、気配りをね、みんなできたらなってな。まあ、もう夢中になってさ、ほんまそうするって出て全部顔にかかってる時とかあんねんけど、すいません、すいません
ほんまにでふわーって顔にかかったりもすんねんけど、まあそのヤーニーズエンジェルと非ヤーニーズエンジェルたち、まあ仲良くやっていけたらいいんじゃないかなと思うんですけど、非喫煙者と禁煙でや、禁煙でや、いや非ヤーニーズエンジェルですこっちがそうでないみたいな、じゃただ普通に過ごしてるだけやからこっち非ヤーニーズエンジェルまあ皆さんもねバンバンタバコ吸っていきましょうね、結局だってね、あの私らはねタバコ税払ってるんですからね。あのさ、あのハセ兄がさ、うん、ハセ兄って1日タバコ2本2箱吸いはんねやんか。めっちゃヘビースモーカーやん。めっちゃ吸いはんねやんか。で、あのハセ兄がなあムーちゃんって、あのもうそんななんかね。そう、まあ、あの NHK の喫煙の人なんだ。あ、そう。一回全員喫煙者が全員タバコやめるやん。ほんなら国動いて吸ってくださいって頼むよ。だってタバコ税ってすごい額。国に送ってると思う。それを全員がビタッってやめたら、ほんまに我慢しようってやめたら、吸ってくれって頼んで値段下がるんじゃん。タバコ側の意見すぎるって。一回全員が我慢したら。だってな、ハゼニーな、あのタバコ吸うかタバコやめるか酒やめるかどっちですかって、もう酒はやめてはるけど、もうやめはったけど、どっちやめますかって言ったら、当たり前に酒や。なんでですか。何言うてんねん。ヤニは朝から吸うからや。酒はよろからやろ。ヤニは朝から吸うかな。すげえな。筋金入り。私もそこ目指して頑張ろうと思ってます。皆さん、タバコはバンバン吸っていってくださいね。皆さんよかったと思った方、いいねグッドボタン、チャンネル登録お願いいたします。バットはブー。ルールを守らない、ヤニーゼンジェルもブー。それではごきげんよう。タバコ吸いたなるな、タバコの話してるやっぱりな。やっぱそう。